アフマド・ビン・ジャービルアイコール・サバーハはクウェート第10代目首長でサバーハ家当主。父は第8代目首長のジャービル2世。兄弟はアブドゥラー・ビン・ジャービル。子はジャービル3世、サバーハ4世、ナワーフ・ファハド。おじのサリーム首長の後を継いで首長位を継承。1921年にサウジアラビアのイブン・サウードが ラシード家のジャバル・シャンマル王国を滅ぼし、他方イギリスがアラブ反乱のシリア戦線で活躍し、フランスによりシリアを追われたファイサル一世をイラク王にして委任統治下の保護国としてイラク王国を建国し、両国が国境を接することになる。このために1922年にクウェート代表としてクウェート駐在政務官ムーア少佐がハサ地方を買い入るにおいて、 サウジアラビアのイブンサウッドやメソポタミア、駐在高等弁務官、パーシー・コックス、イラク政府代表サリクベーラーとの国境確定会談を行い、オカイル議定書でクウェートの国境及びサウジアラビアとの間に中立地帯を設定することが決定する。国境が確定したことで先代で悪化したサウジアラビアとは関係が修復し、 国境を接する二国との関係は一応決着した。祖父が建設させた学校のムバラキーヤに引き続き、第一次世界大戦後にアフマディーヤを創設するが、日本による真珠の養殖技術確立により、これまでの国家財源の天然真珠採集業が衰退したために財政難に陥り、1931年に閉行となる。 このため新たな財政基盤の確立のために、油田開発に本腰を入れる必要性が生じることとなる。しかし、そのような財政事情であっても1936年には新たに学校を開設、教育普及に尽力した。1934年には、ガルフ石油とアングロイコールパートの共同出資で、成立したクウェート石油にクウェート全土の石油利権を与える。 1938年には、祖父の代より兆候が確認されていた、ブルガン油田が発見され、新たな国家財源となる。他方、イラクのアラブ民族主義者の間では、オスマン帝国時代にクウェートは、バスラスを特府に属していたためにクウェートはイラクに併合されるべきだが、クウェートを保護国に置くイギリスに邪魔されているという、繁栄感情と結びつた思想が次第に台頭。 このために、イラクの民族主義に同調した、ガージー一世が1937年には、イラクのクウェートへの主権が及ぶべきことを要求し、1938年には、クウェートの密貿易組織ユーフラテス川川口のに等分割を要求し、ガージー一世が死去するまでイラクと緊張関係が続く。また、このイラクのクウェートにとって、 驚異的な思想は1958年にイラクが共和制に移行しても全く変わることなく湾岸戦争の永遠ともなる。1942年に第二次世界大戦によりクウェート石油が休業となるが終戦後に創業再開し、1946年にクウェートの石油が初めて世界市場に姿を現す。1950年1月29日に皇居。 前市長の子で、いとこのアブドゥッター3世や、イコールサバー派が、継承した。ありがとうございます。